今日は、宝殿の方に来てます。まあ、一応岡山市の中に入るんですけど、今日は犬島というところに、ね、行こうかなと思います。行政上は岡山市東区犬島になるそうですね。人口が、2016年の9月の、現在で人口49人ということです。犬島って言ったら結構映画やドラマでも有名になったりとかするんですけど、まあ、その瀬戸内芸術祭ですかね、その場所の一つにもなったり、その犬島なんですけど、その歴史も結構長くて、大阪城の石垣をね、の石を犬島から持ってきたり、古くからね銅の精錬業として、採石場などで栄えていたようで、その建物が独特な、感じで、映ってるようです。あのフェリーですかね、船ですぐ行けることができるそうなんで、これからちょっとね海の港の方に行きたいなと思います。それではスピチューブ始まります。あ、YouTube です。あ、スピチューブです。あ、ほんまです。スピーダースピード知ったんすよ。あ、ほんまですか。知っといてよ。あ、いいですか。スピちゃんになんか、わかりました。お元気ですかって。わかりました。言っておきます。最近。なんか見たことあるなって思って。あ、ほんまですか。じゃあまた。はい。すみません。はい。はい、というわけで、犬島にたった今上陸しました。施設の鑑賞は有料です。必ず、鑑賞チケットを購入の上で各施設にお進みください。無断の立ち入りでお断りしますということで、チケットセンター確認してきました。ですね、まあ、今日はやってないんですけど、社会的ご時世の関係で、今日は、今日というか今やってないんですけど、基本的にはその家のプロジェクトとかいろいろ美術館、植物園とかの、チケットに関してはここで買うということになってるんですけど、今やってないという、状態ですね。まあ普通に、今日は
散策していこうかなということで、散策に関しては別に特に何も問題ないということなので、石が多いですね。あの牛窓の前にある前島とか、もうあの辺ね、結構お城の石を採石したという場所で有名なんですけど、やはりこのね犬島の方も、石を採石してたということで、まあ、一番ねここ有名なのがあの銅ですかね、銅の精錬所があったということで、もともとはその中城に帯江銅山ですかね、それがあったのがこっち側に移動したというのを聞いたんですけど、で今が現在地がここですね。旅館が廃墟ですね。公衆電話室。ここが犬島の郵便局なんですけど、9時からやってますね。あ、ATM 取り外してないですね。今使われてないと。おお。これですね、この煙突跡。犬島公園と犬島キャンプ場がありますね。ここが犬島海水浴場ですね。広いのかな、結構初めて来たんですけど、こんな感じです。お、あれですね、犬島だけに犬の形を彫った石が、
ここはキャンプ施設でカヌーがあったり炊事場があったりすごい便利な場所だと思うんですけど、雰囲気的には僕の夏休みっていうゲームのそういう舞台に似てるような感じはしますね。この先に行けば町に通ずる道があるということで、ちょっとこっちに行こうかなと思います。もうこの先行き止まりかと思いきや行けるようで、全然その海水がその満潮じゃない時は通れるということで、ちょっと行ってみようかなと思います。行くぞ、うい。あの先に道があるということで、ちょっとここをね通っていこうかなと思います。おお、なんかあるぞ。結構綺麗に岩が揃ってますけど、おそらく昔こういう場所で岩を、船に乗せてこの海に出てったというような感じですかね。結構いい感じの石がゴロゴロ置いてあるんで、そうですね、多分ここだと思います。綺麗な石が、ようやくねちょっと街に出てきましたけど、この後ろに犬の像があります。これ結構犬島では有名な像なんですけど、ちょっと行ってね見てみようかなと思います。すっごいなこれ。これが犬島でね結構有名なオブジェクトなんですけど、テレビでも犬島って言ったらやっぱ最初この辺が出てきたりするんですよね。これよく見るとなんかいろいろね敷き詰めてるんですよね。なんか似顔絵書いてあったり文字書いてあったり、犬島診療所唯一の、病院というか診察受けるところなようですね。消火栓
しいですね。昔こういう形だったんですけどね、もう今はねほとんど、見なくなった、消火栓ですけど、あの残ってるんですね。おお、音が反射するな。お、すごいなこれ。湯島の石を使って作った蟻ですね。はい、珍しい品の、新500円玉の交換の使用はできませんと。珍しいです。今なんか免許証とかそういうので、ID チェックとかあるんですけど、それもなく先売ってあると。というわけで皆さんお疲れ様でした。一応おおよそ因島をね歩くことができましたけど、やはり採石のね島ということで石を多く、見ることができましたね。まあ、残念ながらその精錬所には行くことはできませんでしたが、かつてはね大きな、精錬所だったということで、煙突もまだ残っておるということです。またね機会があれば行ってみたいと思います。ということで今日はこれで終わろうかなと思います。またねご視聴お願いします。それでは失礼します。スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。